メリークリスマス。もうすぐクリスマス KD チャンネルの K です。今日はクリスマスのディズニーの購入品のご紹介をしようかなと思います。今日はクリスマスのグッズね、いっぱい買っちゃったので、この購入品の紹介をしていこうかなと思います。はい、まず一つ目なんですけど、ディズニーランドからご紹介していこうかなと思います。まず一つ目がこちらのメインアートがなっているボッシュタオルです。でもね、ハンカチはね、いくらでも僕結構買っちゃう派なんですよ。で、今回バスタオルも出てて、すっごい悩んだんですけど、バスタオルって自分って棚とか、なんていうの、壁とかに飾らないんですよ。本当に夏寝るときに1枚着る感じにはしてますね。なので、赤いのをさ、真っ赤だったんですよ、バスタオルのメインアウトが。それを夏に着るって考えると、って感じだったので、今回はウォッシュタオルにしました。で、メインアートがこんな感じですね。本当のメインアートってこんな感じじゃないんだけど、ウォッシュタオルがこんなデザインになっております。すごいよね、周り白色と赤色でクリスマスらしい感じになっております。じゃあこちら開封してレビューしていきます。中開けました。大きさは、いつも通りウォッシュタオルこんな感じです。いいね、新しいギフトオブクリスマスだっけ、キャッスルプロジェクションのがイラストに載ってるのが、自分今回ランドの方がすごいメインアートが好きで、ランド結構買ったグッズ多いんですね。で、そのやっぱりシンデレラ城に今回もう新しいもうワンスオーパンタイム終わっちゃうんだけど、新しいプロジェクションマッピングが始まるということなので、あとはもうそのアニメの中心なのかな、デザインがミッキーたちがプレゼントもらってる、まだ内容ね見てないからわからないんだけど、こんな感じになっております。いいよね、なんか本当に今回のミニーちゃんが本当可愛いですよ。ランドもシーも、でランドのミニーちゃんが個人的には可愛いって思います。いいよね、このデザイン。でこれをまたハンカチとか手拭いたりとか、あとはねこの形で飾るっていうのもいいかなと僕は思いましたので購入しました。お値段は700円でした。よかったらチェックしてみてください。すごくいいです。はい、これは今回のね動画の中で一押し3決める予定なんですけど、これは一押し2のものをご紹介しようかなと思います。一押し2がランドで売ってるスープカップ、スープカップセットなんですけど、結構ね大きいんですよ。もうミッキーとかミニーちゃんの今回のメインアートが載っているのと、裏にねドナルドとかチップとデールとかがいて、すっごい可愛いです。で大きさがね、だいたい本当にマグカップより本当に大きいんですよ。わかるかな大きさ。あとはこれすっごい厚みがあるんですよ。本当に厚みがあるのと、やっぱりこれからの季節に、始まりますよね。やっぱり朝とかにコーンスープとかコンソメスープとか、それこそ牛乳とか入れたっていいですし、味噌汁だって入れたっていいですよね。すごい使い勝手がいいって思いました。寒い時期に使うのにはクリスマスのグッズはすごいいいと思ったので、これを一押しベスト2にしますさせていただきましたので、よかったらチェックしてみてください。はい、続いて購入したのがこちらのメモ帳セットです。いやこれはね本当にやっぱり僕ランドのメインアート、さっきも言ってるんですけど、すごい好きで、それぞれミッキーミニーとかみんなが載ってますよね。でこのメモ帳が、絵本になってるっていうのもすごい魅力的だなって思ってこちらを買いました。でメモの種類は4種類このような形になってるので、やっぱりこれをお土産とかに1つずつ友達とかにシェアするのにもいいかなって思いました。やっぱりそれぞれ推しとかもあると思うので、これはいいかなって思ったので購入しました。続いてディズニーシーの紹介なんですけど、ディズニーシーはね今回なんか真っ白いシリーズというか女性向けのが多くて、購入品がちょっと少ない状態になっております。で1個だけ買ったんですけど、バスタオルです。本当に僕ランドも好きなんですけど、シーのメインアートもすっごい好きで、こちらを購入しました。でこれを買った理由は、さっきもボッシュタオルの時も言ったんだけど、バスタオルで真っ白いんですよ。もう僕夏とかバスタオルって寝るときしか使わないんですよ。で夏の暑いときにすっごい涼しそうじゃないですか。これいいなって思って、来年もちょっと先取りさせていただきました。はい、開封していきます。広げた感じだと結構大きいですね。わかるかな。おお、すっごい大きい。こうした方がいいかな。
なり大きいですね。開封した感じだとこんな感じです。かなり大きいです。でこれをやっぱり寝るとき自分はもうこうやって、来年の夏にこうやって寝ます。やっぱり今回すっごいミニちゃん可愛いんだよね。ミッキーも可愛いし、ドナデジも可愛いし、プルートもいますね。すっごいいいデザインなので、このバスタオルはね、個人的にはおすすめです。続いて一番おすすめするあのクリスマスの購入品の紹介します。 こちらのマスクケース、このマスクケース買った理由を言うと、あの今マスクが入ってはいるんですけど、あの使った後にケースになってくれるっていう、すっごいいいなって思って、しかもスノーでディズニーの冬らしい、まあ、冬にマスクつける機会って多いじゃないですか。そう思うとすごいいいなって思いました。で取扱説明書がこのような感じに書いてあります。ちょっとね、残念なのが今入ってるマスクは中国製みたいです。でマスクケース自体は日本製みたいです。でちょっとね、買ってね、開封してどんな感じかちょっと使っていこうかなと思います。あのこれやっぱりいいですよ、いいアイテムだ。あの使用中のマスクを取扱説明書ではここに入れれて、未使用のマスクとかを裏側に入れて使い分けができる、これいいっすね。やっぱりバッグとかに入れて行くときって、自分とかマスクでそのままちょっと汚いんだけど入れちゃったりとかするんですよ。ちょっと今外さないといけないとかって置いちゃったりするときとかに、そう思うと、まあ使用中のものはここに入れたりとか、まあ未使用中とかはあのまあここに入れたりとかで、で閉めれるのがね、またねちょっとここいいですね。ここをこうやったらもう閉めれるっていうのがこんな感じですね。スノーのあのチップとデールもいるんだね今回ね、すごい可愛いですよね。いやこれはやっぱり一押しです。まあ、今後、まあ、半年ぐらいまであるよね、もうみんなマスクつける時期って、まあ、日常で使ってる人もいると思うんですけど、1年間で。なので、まあ、これはいいアイテムと思いましたので、おすすめです。はい、で続いてはここからはディズニーのランド都市共通で売ってるあのお菓子のお土産をご紹介しようかなと思います。で1つ目はビニールケースに当てるアーモンドチョコレートバーです。これいいよね。ショッピングバッグさ、大きい人もいると思えばちっこいサイズのが出てるんですよ。これなんて言うんだろう、 C の15周年のグランドフィナーレも出して、は今年のハロウィンも出てましたよね。で表がメインアートのランドになっているのと、もうギフトオブクリスマスですよね。裏面が C をカラーオブクリスマスが全面的に出ております。でアーモンドチョコレートバー自体が何個入りだ、これ14個入り、ミルク14個、ホワイトチョコ14個で、賞味期限が1月の8日ですかね、8まであります。なのでだいたい購入したのが11月の2日なので2ヶ月はあります。これさ、コスパいいね。まあさ、なんて言うんだろう、クラスでもさ、クラスとか職場でも28個入りだったらまあ配れるじゃないですか。ちょっと28個クラスは足りない場合もあるんですけど、まあ、でもこれをまあ配り終わった後に、あとは自分でまあこれを使うっていうのもありですよね。いや本当にギフトオブクリスマス、僕どっちかというと今年のクリスマスランドの方がすごい楽しみなんですけど、ギフトオブクリスマスがどんなショーなのかもすごい気になるなって思わせるようなメインアートなので、あとはあの前のハロウィンの時でも購入品紹介でも言ったんですけど、あのこれを持ってまあその普通にねお財布とかも入るし、まあ、携帯とかもね入るし、今ね目の前にモバイルバッテリーとかあったから普通に入るんですよ。あとはもう男性だったらなんて言うんだろう、ウォークマンとか、あとはワックスとか、本当に気軽にね携帯とかさ入れてさ、普通にこれぐらいだったら全然いけると思うんですよ。あとはもう女性だったらまあ化粧品だったりとか財布とか、本当に軽くバッグ持ちたいなっていう友達の家とかの時でも全然使えると思うし、あとはその銭湯とかスーパーとかの時でも、スーパー銭湯とかでも使えるかなって僕は思いますね。なのでこのねお土産のチョコはすごいおすすめです。で開封していこうかなと思います。すごい可愛いね、ギフトオブクリスマスのミッキーですね。チョコ自体はサイズ的には手のひらサイズですね。これぐらいになっております。食べていきます。うん、サクサクしてるね。ブラックサンダーに近いかな。出てくるね、アーモンドチョコレートバーなので、うん、美味しいですね。
っぱりチョコレートって寒い季節には無難かなって思います。美味しいです。はい、続いてホワイトチョコの開封していきます。このミニちゃんほんと可愛いよね。恐ろしいぐらい可愛い。いや、ミニオタにはなりませんよ。大人オタなので。で、これもね、うん、ホワイトチョコの匂いしますね。いただきます。うん、これもホワイトチョコのちゃんと味してますね。まろやかです。一口サイズだから配りやすいのもすごいいいと思います。最後のお土産のご紹介が、あの一押し3です。で、この一押し3のがお菓子詰め合わせセットです。で、これを買った理由は開封すればわかります。で、まず入ってるものがあのお菓子詰め合わせなんですけど、スナックと、あのなんて言うんだろう、こっちですね、スナック、まあ、ポテトスナックとラムネとキャンディーとクッキーとパイが、ミルクチョコレートがけが入っております。まあね、これをね、アソーデットで楽しめるっていうのも、まあ、買った一つの魅力かなと思います。で、じゃあ今から開封していきます。せいや、開封した感じがこんな感じになっております。あらら、落ちた。わかるかな、なんだこれ。わかる人はわかるよね。じゃあちょっとやっていこうかなと思います。ドゥ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 、簡単なクリスマスツリーができました。すごいいいなって思ったんですよ。去年も出てましたよね。あの、自分って一人暮らしなのでクリスマスツリーとか置けないんですよ。で、気持ちだけでも、まあ、12月25日までクリスマスツリーを置こうかなと思ってこれを購入しました。すっごいいいですよね。なので本当にやっぱりクリスマスツリーも結構金額したりするので、簡単に楽しめるクリスマスだとこういうのはあのお土産とかに、まあげるのとかにもすごい最適かなって思います。もうね、細かいんですよ。ミッキーがいたり、ドナルドがいたりとか、ミニーちゃんいたりとか、すっごい細かい仕様になってるのでおすすめです。で、お菓子がね、下にいっぱい入ってるので、まるでね、お菓子のプレゼントが来たみたいな感じですよね。プレゼント箱を開けたらお菓子がちゃんって出てきたってことって思っていただけた方が面白いかもしれないです。で、キャンディーとか、あとはチョコレートとか、パイ生地ですかね、クッキーとか、ラムネとか、全部書いてあるんですけど、あとはこれがポテトスナックとか、どれもね、可愛いので、あの、やっぱり小さいお子さんがいる家庭とかでは、すっごい、まあ、自分でも買っても楽しいと思うし、やっぱりみんなで食べて、シェアとかするのにも楽しいし、一番このお菓子の盛り合わせは去年も思ったんですけど、僕は一番のおすすめです。本当に楽しい。気分だけでも全然クリスマス味わえますね。もうこれをね、今日からテーブルの上に置こうと思います。25日まで置きます。以上、ディズニーのクリスマスの購入品紹介の動画でした。参考になったかわからないんですけど、あの、参考になればと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思った方いらっしゃいましたら、あの下の高評価ボタンと、よかったらチャンネル登録お願いします。 Twitter と Instagram 概要欄にあるので、よかったらフォローお待ちしております。自分の他の関連動画はここの i ボタン押していただければ見れるので、よかったら他にも購入品紹介の動画出してるのでチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思った方は右のチャンネル登録のボタンお願いします。左は最新の動画になっているので、よかったらチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。